まあね、須田さんのところでそんな話ありましたけども、はいはいはい、まあ我々もね、実はちょっと、とてもホットなトピックがありまして、まあまあまあね、我々クリーピーナッツ8月7日に夜更かしの歌というね、ニューアルバムをリリースするんですよ。そうそうそう。でそれ2形態出すんですけども、うん、1つがライブ DVD 版、うん、曲プラスもう1枚 CD がついて、うん、あ DVD がついてきます、はいはい、それがあの去年のライブ DVD、 そう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 、でそれに副音声がついてきます、うん、でもう一つはラジオ版、うん、一つの版がラジオ番組風にパッケージされてるわけですよ、はい、オープニングあって曲振りあって曲、曲振りあって曲、うん、曲振りあって曲でエンディングみたいな、はい、そんなパッケージは2つ出しますって言って、はい、出しますね。でこれね、もうじゃあなんか2週間後までにレコーディングしないといけないのに曲が3曲できてないみたいな、あの半分2分の1しか完成してないみたいな感じで、っていう ね時期もありましたね。それラジオで言って、ね、やばいみたいな、もうできるわけないでしょみたいなこと言われて、できたじゃないですか。できたんよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そこはもうギリ完成。さすが俺らというか、やっぱりできた。できたの嘘から急激な追い上げ。ね。で、もうそれで。そう、レコーディングは、6月24日ぐらいに終わって、そうそう最後の。ちなみに、それで6月24日っていうのはもうすでに一般的な納期からかなり遅れてる。かなり遅れてます。そうですね。8月7日リリースってことは、6月中旬ぐらいには、そうそうそう。でもう、CG のプレス工場に納品済み。そうそうそう。ほんまはそうなんですよ。で、レコーディングした後にさらに作業って残ってて、レコーディングした後、レコーディングっていうのはただの素材を揃える作業にしか進まない。で、その後、TD、トラックダウン、ミックスとか言われるんですけども、各楽器の楽器、ボーカルのバランスを整えて一本のデータにする、まあ、一番肝の作業があります。でその後にマスタリングという作業があって、それぞれの曲を全部音を落とさないように整えた後にマスターデータにする作業、それを全体の作業を全部マスタリングって言うんですけど、それを6月中旬までに終わらせないといけなかったけれども、伸び伸びで6月24日のレコーディング、でその後6月30日に、うん、あのラジオのね、まあラジオ版のラジオを撮ったり、はい、ライブ DVD の副音声撮って、うん、もう正直納期もうすでに過ぎてて、過ぎてるドアウトなんだけども、でもそれでなんとか、それでもうそこ秒でマスタリング終わらせて、納期します、ね、ゴーで、もうバッと間に合ったわよ、やった。だからまあ言うたらね、そこでよっしゃやっとこんだけギリやけど、まあまあまあなんとか、うん、まあなんとかなってなんとかなるかみたいな、先週とか言いましたよね。もう本当ライブ完成したやったっつって、もう夏休み入れるみたいな、そう、もうほんまにもうそのテンションになってた、夏休み入れるっつってやったみたいな、やっぱあれは結構カタルシスというか、いや本当にやったぜみたいな、やっとやったで、結構内容がマジ自信あって、そう結構ね、そうそう、 であの夜更かしの歌とかさ、あばずれとかもさ、あと犬も食わないとか、はい、犬もから寂しく聞いてもらってないけど、なとなりわいとか結構俺らの、はい、あれ、まあ、顔とされるような曲がもう出来上がってる、けど実はもう一曲顔の曲があって、それが結構ね、みんな聴いてほしいな、早く聴いてほしいなって曲だったんですけども、それもできて、内容も俺だけ自信があってっていうので、やっとできたっていうので、わーってね、気持ちよくね、なんか達成感に包まれてさ、そうそう、ここからプロモーション作業だみたいな、プロモーションの仕事が入る、これからまた頑張ろうって話すんで、だけどね、なんかさっきスタッフからラジオを撮り直してくださいって言われました。やばい、なんでなんだよ、やばいぞ、あれなんでなん、マジやばい、なんでよ、なんでやねん、なんでなんだよ、お前これ延期じゃん、いや延期だ、もうラジオもう撮り直し、同じテンションで喋れないよ、もういや結構何あれ、結構ね、ラジオ撮り直すらしいよ、やばいよそれは、なんあれ、しかもそれさっきだからね、俺どうしたいかまだ分かってないから、正直パニック状態です、いやパニック、よくパニックオープニングからここまで俺ら普通に喋れたよなみたいな、いやもうよくラジオやって、おもうほんま膝ガタガタガタてますからね、やばい、いや俺らねとんでもねえプロっすよマジで、自分でみんなやれ、みんなこうよくできたんですよ、でみんなでさっぱり福田さんも入ってもらって、福田さんもなんか面白いのできましたねみたいな感じで、でそれでまあその音源をまあそのね、スタッフさんにも聞いてもらって、面白いってなって、でまあこれなんか経緯でなんでそうなったかっていうと、まあ面白いその場はなったんやけど、まあそのラジオね、ラジオ版とか、まああの音とか全員確認するわけですよ、社内の人で、その俺たちのそのね、あの制作クリーピーナッツの制作を担当して、制作業務を担当してくれてるところの一応トップである、まあ平井さんというね、あの48歳の平井拓さんね、平井拓さんというね、まああの人がいるんですけど、その人がまあ社内の人全員とか確認したら、ラジオで曲聴かしたらいいよ、でライブ DVD 見せたらいいよ、でラジオ版聴かして、で聴かしたら上の人から、こんなもん製品にできるわけないよとめちゃくちゃ怒られたらしくて、バカがなんでやねん、こんなもんリーズわけねえだろバカが考えられないお前らバカ、
今日さっき聞いた話、うん、そうさっき聞いたんですよ、うん、だからそれまで俺らめっちゃおもろいやつできたと思ってた、うん、で、うん、それこそ平井さんもいやおもろいできたっていうテンションで社長に、うん、いやうちのクリーピーやりましたよ、パーって渡して社長がうんうんうん、うん、はいはいはい、うん、聞いて、うん、プチッと、うん、こんなもんリリースできねえだろバカがバカが、48歳の平井拓さんがバカが、まあ、要はその言ったラジオの内容ね、まあ、確か俺らももう、うん、間に合ったっていうのとよっしゃいいの作るぞっていうので、まあ、テンション上がってそのラジオの内容が、まあ、ちょっと俺ら、まあ、調子乗っていろいろいらんこと言い過ぎたみたいで抜かすみたいでそれがやっぱあと俺らの醸し出す空気が愉快すぎたせいでそのスタッフ全員も面白いって面白いそうそうあのみんなで楽しんじゃってであの大丈夫なんやってなんかみんなでの集団催眠に俺たちかかってトランス状態なんですよ俺ら全員で笑ってだからねみんなその時みんなブースいい笑顔したからいい笑顔ほんまに、ね、ほんま多分リリースにその、あの耐えかねないような言葉とか多分良、うん、くない表現とかいっぱい含まれてるのに、ねうん、その笑顔とみんなの空気でなんかトランス状態集団催眠ほら俺らいけんでって持って行って冷静な音なんかバッて聞いたらまあ、こんなもんリリースできるわけねえだろバカが嘘だねでなんかやばいやばい平井さん、うん、48歳の平井拓さん、うん、なんか俺らが会ったこともないような偉い人に片っ端から怒られてあの片っ端からしょんべんちびるぐらい怒られてあとその後、うん、その後、うんあの自分の部署の一番若手の、うん、なんか20歳の女の子にぶち怒られて泣きそうになった平井さんすいませんマジで平井さんが さっきから怯えた目してていやいやあのまあこれあの俺ら脚色してねえからマジで平井さんどんな感じの見た目かっていうと結構背180ぐらいめっちゃタッパでかくてでなんかオーランドブルームみたいな渋さあるあるある渋い男前のでかい人がさっきから子犬のような目で本当にどうしようみたいな感じであの本当に20歳の女の子 あの部下に怒られたのが結構食らっちゃったみたいで食らうよそれあのこれね食らあの俺もやっぱ年下の女の子に怒られる経験正直あります、うん、あの俺がその一瞬だけやったバイトのロッテリアでそのチーズバーガーにキッチンやってた時チーズバーガーにチーズ入れ忘れて自分より2つ下の女子高生にバッて野上さん、うん、チーズバーガーはチーズが入ってるからチーズバーガーなんですで詰められて俺やっぱ心折れて飛んだから平井さん今飛んでないのやだよ平井さんあのやばかったら飛んでないじゃん飛んでないの年下の女の子に怒られて飛ぶからあれ飛ぶ権利ある飛ぶからマジで